明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴン、この一戦をお送りいたします。スワローズの先発は右のサイスニード、対するドラゴンズの先発は右の柳、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右のサイスニード、マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。まずは1回の表、先頭バッターは三好、背番号30。次が4球目、投げた、打ちました、ピッチャーライナー。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番田中、背番号2。第4球を投げた、低めのボール引っ掛けた、村上ボールを取る、サードから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスには高橋、高橋周平、背番号3。第2球投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、高橋いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。バッターは4番中田。第5球投げました、打ちました、キャッチャー落下点に入りました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ドラゴンズファーストランナー残塁、スワローズ立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは細川。第1球投げました、初球から打ってった、サード正面のゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番木下、木下拓也、背番号35。第2球引っ張った、サード右横のゴロ、村上掴んだ、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは7番ディカーソン、ディカーソン、背番号94。さあ、投球は5球目、投げました、打った、破った、ボールはセカンドへ、二塁タッチはセーフ。ディカーソンいいバッティングを見せました。スワローズ先制のピンチを迎えます。ランナー1人を置いて迎えるバッターはロドリゲス。第4球を投げました、これは引っ掛けた、村上交代、掴んで、これで3アウトになります。さあ、リプレイです。サイスニード、ツーアウト二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは山田、第1球外れた、ボール、投球これから2球目、アウトサイド空振り。ドラゴンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました、打った、引っ張った、切れていきます、ファール。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、打球はセンターへ、センター前ヒット、クリーンヒットです。あっと送球それた、あっと取れない、山田ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは6番サンタナ。第1球ストレートはボール。第2球投げた、打ちました、ファール。一塁ランナー出た、投げた、ストライクになった、キャッチャー二塁へ送球、盗塁成功、ランナーが二塁に進んでいます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。次は4球目、投げた、あっと引っ掛けた、高橋下がっていった、落下点で構えます、掴みました、これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。バッターは7番中村、大きな声援が届いています。第1球投げた、ボール。さあ、次の投球投げました、真ん中にストライク。第3球を投げました、ボール。
投げました、打ちました、セカンド右横のゴロ、田中ボールを掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト。ドラゴンズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー柳、第6球を投げました、打ちました、セカンド前方のフライになりました、セカンド落下点、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って三好、最初のバッターボックスはピッチャーライナーに倒れています。投球はこれが、あっと引っ掛けた、山田取った、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは2番田中、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、打った、ピッチャー返し、抜けた、田中いいバッティングを見せました。さあツーアウトから先制のランナーが出ました。バッターは3番高橋、投げた、これは楽々セーフ、盗塁を許します。リプレイをご覧ください。第2球、投げた、打ったに当たりだ、抜いていった、中継バックホーム、間に合うかどうか、ドラゴンズ先制、1対0、高橋タイムリー。さあこれでツーアウトランナー一塁、では先制の場面映像でご覧いただきましょう。バッターは4番中田、第1打席はファールフライに倒れています。投げた、打ちました、当たり損ねのサードゴロ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって1対0、スワローズ先制点を奪われています。さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で山田、ひときわ大きな声援が聞こえます。第1球、初球決まってストライク、初球ストライクから投げた、2球目空振り、第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、センター交代、ワンバウンドヒットになった、オスナ一気にホームへ、山田タイムリーツーベース、スワローズなおもチャンスが続きます。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは細川、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第4球を高め、ボール球打った、抜けた、細川ナイスバッティングです。バッターは6番木下、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、打ちました、中村余裕があります、ファールグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。第8球はスプリット、空振り三振。バッターは8番ロドリゲス、第1打席は内野フライに倒れています。打ちました、いい当たり、センターへ持っていった、ワンバウンドヒットになる、細川一気に三塁へ、ランナー二塁でストップ、ロドリゲスツーベース。ピンチを広げてしまいました。バッターはピッチャー柳、第6球は打った、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム、ドラゴンズ点差を2点に縮めました。柳タイムリーヒット、スワローズなおもピンチが続きます。先ほどのプレーです。バッターはトップに帰って三好、今日はピッチャーライナーとセカンドゴロ、打った、センターへのフライだ、センター交代、取ってこれで3アウトチェンジ。さあリプレイです。4回の表が終わって4対2、サイスニード、この回さらに1点を失いました。ドラゴンズ、この回は2番からの好打順、先頭バッターは田中、次が5球目、投げました、打ちました、1、2塁歓迎、山田ボールを取る、1塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは3番高橋、第4球を投げました、おっと打ちました、左中間へのフライですがセンター取りました。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは4番中田、今日はファールフライとサードゴロ。第1球、打ちました、引っ掛けた、フラフラッと上がった、
取りました。これで3アウト。サイスニード三者凡退無得点に抑えています。5回の表が終わって5対2です。スワローズリードで迎える5回です。ワンアウトランナーなしという場面で山田、第9投げた、打ちました。初球打ちセンター方向に持っていきましたがクリーンヒット。バッターランナー一塁けんぱつ蹴って二塁へ、打ったバッター二塁を蹴って三塁へ、三塁タッチはセーフ、山田スリーベース。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。試合は後半6回に入ります。この回のトップバッターは細川、第2球絶対に当たりだ、左中間へ持っていきましたがワンバウンドヒット。細川二塁を狙う、細川ツーベースヒット。バッターは6番木下、今日はサードゴロとファールフライ。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり抜けた、木下いいバッティングを見せました。スワローズなおもピンチが続きます。サイスニード降板、マウンド上ピッチャーは山本、今日2番手としてマウンドに上がります。まずは打者、打ちました、これは犠牲フライになるか、センター下がった、掴みました、中継、タッチアップからホームへ向かう、リカーソンセンターへの犠牲フライ、ドラゴンズ点差を3点に縮めました。さあこれでワンアウトランナー1塁、バッターは8番ロドリゲス、第8球を投げた、縦のスライダー空振り三振、代打は大島。さあ6球目、一塁ランナー自動打った、センターへ上がった、センター下がった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって6対3ドラゴンズ、この回1点を返しました。ゲームはこれから終盤に入ります。この回の先頭バッターは三好、今日はここまで3打数の打ちました、これはセカンドは正面、山田掴んだ、一塁へ送る、アウト、これでワンアウトランナーはありません。右バッターボックスは2番田中、第6球を投げた、打ちました、村上ボールを掴んだ、一塁送球アウトです、一塁はアウト、これで2アウトランナーありません。リプレイをご覧ください。バッターは3番高橋、第5球投げた、打った、打球はセカンド後方、セカンドが落下点に入りました、掴んでこれで3アウトになります。満員の神宮球場、さあ夜空高く花火が打ち上げられました。スワローズリードで迎える7回です。ツーアウトランナーなしという場面で山田、ホームランが出ればサイクルヒット達成となります。決まってストライク、いきなり154キロ、ドラゴンズここは引っ張りに警戒します。第2球投げました、打った、これは強烈、いった、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、スタンドへ叩き込んだ、渾身のストレートを完璧に捉えました。スタンドからの声援が力に変わったホームランです。8対3スワローズリードを5点に広げます。先ほどのプレーです。8回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは中田、投げました、打ちました、右中間へのフライ、飛びついた、これはヒットになります。中田ナイスバッティングです。山本降板、右の大西、今日3人目のピッチャーとして登板です。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。右のバッターボックスは5番細川、第6球を投げました、打ちました、ファーストの右、ゲッツーコースだ、オスナ取った、2塁フォースアウト、ショートから1塁送球アウト、ゲッツー。バッターは6番木下、
今日はここまで3打数1初球を打ちました。これはサード正面、北村ボールを取る、アウト、スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって8対3、スワローズ5点リードは変わりません。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターはディカーソン、次が5球目、投げました、打ちました、いい当たり、ライトへの打球、ヒット、打ったバッターは2塁へ向かった、中継、セカンドから3塁送球、あっと送球それた、ディカーソンツーベースヒットを放ちました。大西降板、マウンドに上がったのは清水、今日4人目のピッチャーとして登板です。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか、バッターは代打宇佐美、投球は3球目、投げました、打った、サード正面のゴロ、サードから1塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。ピンチヒッターは山本、ドラゴンズ鈴木ざまに代打を起用してきます。第3球を投げた、打ったいい当たりだ、1、2塁間の当たり、2塁ランナー3塁へ、山田軽快にさばいてツーアウト、さあいよいよあと1人、代打は中島、ドラゴンズ代打構成に出ます。投げた、打ちました、抜けた、ドラゴンズ点差を5点に縮めました、中島タイムリー、さあこれでツーアウトランナー1塁、右バッターボックスは2番田中、打ちました、左中間のフライ、センター掴みました、試合終了です。スワローズ見事勝利を収めました。本日の試合はスワローズの勝ちでございます。勝利投手サイスニード、敗戦投手柳でございます。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。